でも入れて、あとスイッチも持っていっちゃおうかな。よし、これも入れて、オッケー。今日から留学楽しみだな。今日は何しようかな。何やってんのジェイロン。バルコに見えた？見えないよ、リュックだよ、どう考えても。いや、犬の形したリュック。いや、何してんのリュックなんかしょって。何言ってんの、今日から留学だよ。え、せっかく冬休み始まったのに留学。どこに申し込んどいたよ。勝手に応募しないでくれる、二人分。なんで。いや、なんでじゃないだろ。だってさ、思い出作りたいじゃん。この年の冬休みはもう二度と来ないんだよ。ずっとそうなのよ。ちょうどここにリュックあるじゃん。どうしたのこのリュック。今からちょうど片付けようかと思ってたんだよ、このリュック。もう私がしてあげるね、荷造り。なんでシエルンがするんだよ。どうせ必要なものなんて入れないでしょ、シエルン。一応荷物詰めとくわ。ネザライトの剣と、ネザライトのブーツと、あとこれとこれとこれ。よし、見て、背負ってる。クロスボウ刺さってるよ。安心安全パチシューです。いや、サバイバルしに行くんじゃないんだから、学校に行くんだよ。学校か。まあでも念のため持っていくわ。よし、行くぞ。ここから入るの？そうだよ。なんかめっちゃ嫌な予感するな。よし、行くぞ。いやいや、え、大丈夫かな。早く早く。何ここ、シエル。うわ、下マグマだし。いやいや、見て、噴水までマグマみたいになってるよ。あったかいね。あったかいどころじゃないよ。でも学校はさ、うちの学校とそっくりじゃない？そうだけど、どこここ魔界みたいになってるけどね。え、もしかして。まあいいや、行くか。教室ここだ。いや、シエル、廊下の先が真っ赤だけど。こんにちは。え、うわモンスターだらけじゃん、シエル。何ここ。お邪魔しますね、こんにちは。早く来なよ。みんなめっちゃ見てるけど、何ここシエラ。ここはね、モンスターの学校だよ。モンスターの学校に留学しに来たの俺ら。そうだよ。いや、もう帰ろう。いや、怖いって。見てみなよ、今まで俺らのことをいたぶってきたモンスターもいっぱいいるって。それとこの子たちは別だから。そうなの？親かもしれないけど。いや、怖いって。どっちにしろ子供だったら。でも子供たちだからまだ。そんなことより、この中に子供ゾンビが隠れてるよ。どこにいるか、みんなコメントで教えてね。そんなことよりではないけどね。いるかな、いるかな。みんなシエルのこと見てるって。本当だ。いや、本当だじゃなくて、ね、もしかしてシエルのさ、人間の女の子なんてなかなか来ないから人気者なんじゃないの？そうなの？あ、これつまらないものですが、これもつまらないものです。つまらないものです。自分だけ仲良くなろうとしてずるくないかい、シエル。そんなことないよ。そんな、初めましての人にはみんなこうするのが常識。バナナは配んないけどね。早速次の授業体育だってよ、シエル。よし、頑張ろう。体育、この人たちに勝てるかな。体育って言ったけど何やるんだろう。シエルちゃん。は、何？ミュータントちゃん。俺、力強い。何でも壊せる。見てて。おーおー、どこまで行くの？何すんの？俺、強い。何でも壊せる。ネザーにある石弱い。すごー、全部壊してる。俺、強い。何でも壊せる。おーおーおー、すごー、めちゃくちゃ力持ちじゃん。ミュータントちゃん、すごい。俺、パチシューよりすごい。すごいよ、力持ち。いや、なんかめっちゃ煽られたんだけど。何あのミュータントゾンビ。シエルちゃん、シエルちゃん。わあ、ヘンダーマンだ。僕、すごく足が速いんだ。まあ足長いもんね。手も長いけど。ワープもできるしな、ヘンダーマン。そこにいる黄色のやつなんかより僕の方がすごく強いよ。そして速いよ。なんで俺が比較対象になってるんだ。行くよ、見てて。速っ速っ。今一瞬燃えなかった？一瞬燃えてたよ今。かけっこしよう、もしかしたら追いつけるかもしれない。よーい、ドン。速っ、絶対無理だ。ハンデをあげよう。ハンデ？
2秒待ってあげるよ。微妙なハンデだな。端っこにつくまでね。よーいドン。1、2、うー強ー、無理だよ、勝てない。ま、これくらいにしてやろう。じゃ、はやっ。ねえねえ、ずーっと俺さっきから煽られてるんだけど、そんなにシエルのことがいいかな。珍しいだけでしょ、どうせ。そんなこと言ったらパチ君だって人間の男の子だよ、珍しいじゃん。でもみんな男の子なんだもん、あれ。やっぱりあんなに早く走れないな。いや無理だよ、どう考えたって。イエちゃん、こんにちは。パスタ食べたら出てこない？歯の間から。僕はパスタ食べれない。鼻から出てきちゃうから。鼻なんで鼻から出てくんだよ。それ歯関係ないじゃん。目に見えてるかもしれないけど、これは鼻。鼻なの？じゃあ真ん中の鼻っぽいのは何？これはニキビ。なんでニキビが2つできてんだよ、そこに。そんなことより僕はさ、どんなに叩かれても全然効かない鋼の体を持ってるんだ。誰も叩いたりしないよ。いや、そういうことじゃなくて、モンスターとしてめちゃくちゃ強いよっていう話。防御力がすごいよってこと。そういうことか。だからそこにいる黄色い男より僕の方が魅力的ってこと。あー、なんかずっと思ってたけど、誰もパチ君のことパチ君って呼んでくれないんだね。なんで黄色いいじゃんね、名前ぐらい呼んでくれたって。パチシューだよ俺。うん、分かってる、黄色い男には負けないよ。分かってて呼んでないだけだった。さっきまでの恨みを晴らすぐらいの感じで、ちょっと全力で殴ってみるわ。助走つけて殴ってやる。大丈夫本当に、イエちゃん。全然大丈夫。よし、くらえ、行くぞ。どうだ。え、痛くも痒くもうまいね。ちょ、連続で行ってみたら、パパパパパパって。くれ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 、どうだ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 。どうもないの、イエちゃん。どうもない。待って待って、まだわかんない。ちょっと待って、用意してきたからね。うわ、ずるいな、武器使うんだって、イエちゃん。あれはさすがに切られちゃうよ。効かない。え、火災ってそういうこと？え？くらえ、行くぞ。いえ、効かない。だってこれネザライトの剣だよ。一番強い剣だけど、もう一回行く。効かないね、全然痛くない。それもやんの？危ないよ、イエちゃん。どうだ。え、キンってすげえ硬い音がして。もう一回。効かないよ、シエル。マジで硬いんだ、すっごー。だからその黄色の男より僕の方が魅力的ってこと。じゃ、体育は終わりだって。終わりか、よし、戻ろう。何の授業だったのこれね。あー、シエル、一日疲れたね、留学。楽しい楽しい、もうちょっと続くから今日はゆっくり休もうか。どういうこと？え、もう帰るんじゃなくて2泊とかするってこと？3年ぐらいいるのはどう？そんなにいない、入れないよ。見てみこれ、周りみんな見てて怖すぎるでしょ。まあまあ、でもその他は普通だったじゃん。算数とかは普通の授業だったけど、体育が異様だったけど。みんな今日はもうお休みするね、バイバイ。どこで寝んの、シエル。なんかね、用意してくれてるみたいだよ。この部屋だ。この部屋？うん。おお。え、すごい、ホテルみたいになってる。いいじゃんいいじゃん。あー、疲れたね。うわ、シャワーもついてる、すごー、最高じゃん。うわ、洗濯機もついてんじゃん、すごー、すごいな、モンスターの学校。おやすみ、もう疲れた。勝手に写真貼らないでくれる？ウパルコとルナの。ホームシックとかなったら嫌だなと思って持ってきたんや。寝ちゃったよ、早いよ、相変わらず寝るのが。おい、起きろ起きろよ、起きろ。え、何、誰。起きろ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 。怖い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 。何、起きたか。いや、起きたけど誰。シエルちゃんは俺のものだ、お前になんか渡さない。いや、いいけど別に、シエル、あげるよ。別に俺のものじゃないし、そもそも。じゃあシエルちゃんはずっと魔界に住むことになる。それはちょっとダメだな。ちゃんと人間界に連れて帰らないと悲しむ人もいるから。何、シエルのこと好きなの？いや別に。なんでみんなちょっと恥ずかしい、なんかみんなちょっとコミュニケーションがちょっと取れない感じの子たちなのかな、みんな。もう連れて帰らせられないから。言えてないし。
決闘しろ。俺勝てるわけないし、君魔物でしょ。いや怖っ。勝つからな。ふん。何だったんだあれ。あうるさいし寝言が。とりあえず明日他のモンスターの友達に聞いてみよう。何かコツとかあるかもしれないからな。あ、シエロン、シエロン、ちょっと教室行く前に大事な話があるんだよ。何？昨日の夜さ、教室のにいた一人の男の子がさ、シエロンは渡さないって言い始めて、角の生えた羽の生えた男の子だったよ。そんな子いたんだ。うん、なんかその子がシエロンは渡さないって。どういう意味？俺のもんだって言ってたよ。やだん。魔界から外に出さないぞって言ってたよ。それは本当にやだ。でしょ？だからダメだって言ったら今日の夜決闘になったから。無理だよパチ君、負けちゃうじゃん。あー、私一生魔界にいるんだ。いやいや、ちょっと待って、普通応援するだろ。いやだって絶対無理じゃん。だから相談してコツとか教えてもらうから行こう。ほら、あの教室の一番端っこの、ん、わ、わ、あの子か。じゃあ体育の授業になったらみんなにコツ聞くから俺。ミュータントくん。何？力の出し方を教えてもらいたいんだけど、どうやったらそんなに力持ちになれるの？簡単。腰使う。腕振る。じゃああの岩で試す。見てて。で、で、え、え、え。強い気持ち大事。じゃあシエロンを助けようと思う気持ちが大事ってこと？そんなんで変わるかな。まあ、でも助けないと困っちゃうからな、シエロンが。よし行くぞ。うーよし。おおすごい、壊れた。これで君力強い。頑張る、決闘応援してる。決闘みんな知ってるんだ。言いふらしてたあいつ。あの子どんな子なの？影ない。確かに。じゃあおで帰る。ありがとね、バイバイ。どこに帰るの？体育の授業中だけど。エンダーマン、あのさ、シエロンを助けるためにさ、足が速くなるコツを教えてほしいんだけど。いいけど、僕に何をくれるんだい？ステーキあるよ、ほら。どう？いや、僕あんまり脂っこいのとか好きじゃないんだよね。これシエロンが焼いたやつだとにね。大好物なんだ、お肉は。嘘つきじゃん。何が聞きたいんだったっけ？足の速くなる方法だよ。どうやったら足がそんなに速く走れるの？じゃ、シエルちゃん、あの人の頭を掴んでくれる？僕は足を掴むから。いや、そんなの、痛い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 。そんなこと言ったってしょうがない。じゃあ腕も引っ張ってくれる？よし、行くよー。痛い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 。そんな無理だって、これ以上伸びないって。大丈夫これ？ねえシエロン、伸ばしすぎたくさいけど。いや、これで足速くなるの？走るには腕の振りも大事だからさ。本当にこれで足速くなるの？エンダーちゃん、走ってごらん。わかった、やってみるよ。ふっ、おお、速い。ありがとう、これでシエル守れるかもしれない。ありがとう、エンダーちゃん。ところで、あの子はどういう子？澄み切った空気かな。記憶にないってことでしょ。じゃ、僕は戻るよ。うわ、早っ。イエちゃん来たよ、イエちゃん。本当だ。何が知りたいの？その硬い体はどうやって手に入れたの？何の攻撃も効かないその体は。特別な特訓とかしてるんじゃないの？とってもね、苦しい特訓をしたんだよ。そんな簡単には手に入らないんだけど。食べ物。え？食べ物で強くなるってこと？僕の口から出してあげる食べ物、そしたらそれ食べるといいよ。わお。これ？なんか出た。乾燥した昆布って書いてあるけど。こんなんでいいの？そんな、これってじゃあ私たちの世界にあるやつとは別物なのかな？あ、全然違う。食べてみたら？え、そんなんで強くなるの？じゃあちょっと食べてみるね、シエロン。うぅ、20個ぐらい増えたよ、ハートが。え、しかもハートがみるみる回復していく。すごい、回復能力もあるんだ。ちょっとシエロン攻撃してみて。よい。全然効かない。痛くも痒くない。いや全然痛くも痒くもないよ、シエロン。
全然余裕、痛くも痒くもない。じゃあ、おで帰るね。ありがとうね、イエちゃん。あの魔物の子に勝てるかもしれない。勝ってくんないと私ここにずっといなきゃいけないんだから、頑張って。俺が勝つことは必然だ。よってシエルちゃんは俺がいただくし、一生ここから出ない。俺もめちゃくちゃ強くなったから勝ってやる。行くぞ、よーいスタート。くれ、どうだ。全然効いてないかも。はあ、痛い。うわ、すごい強い。やっぱハートが削れる、ちょっとだけ。痛い。こんなものか、人間は俺には勝てないな。くそ、やられた。シエルちゃんは俺のものだ。さあ行こう、シエルちゃん。みんな、バチ君を起き上がらせるために高評価で応援してお願い。あ、起き上がれた。バチ君よかった。じゃあこれ使って。なんだこれ、灼熱の剣。これだったら勝てるかも。よし行くぞ。名前も知らないモンスターめ、お前のことは俺が倒してやる。くれ、どうだ。あっつあっ、なんだそれ。聞いてる聞いてる。よしよし、聞いてるぞ。くれ、なんだなんだその剣は。もうちょっとだ。俺はくれ、やだ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 。よし、シールン倒したよ。あー、よかった。すごかったっしょ、武器。最初から出してくれる、この武器あったら。実力で勝たんとな、これずるかなって思って。まあまあそうだけど、まあでも倒せてよかったね。留学も今日で終わりだし帰ろう。みんなありがとね。みんなのおかげでシエル守ることできたよ。また遊びに来るからね。バイバイみんな。帰ろうシエル。何笑ってんの。リュックの位置結構下だなと思って。まあまあいいよ、行こう行こう、早く早く入ろう。帰ろう、よいしょ。あー、よいしょ。そういえば俺これシエル戻れんのかな、元の体に。わかんないけど、 いつか戻るっしょ、自然な形に。戻らなかったら困るんだけど。よし、お風呂入ってこよう。じゃあね。いや、じゃあねじゃないよ。コメント読みのコーナー。パチパチパチ。パチシューのゲーム屋さん最高、一番好きな YouTuber です。台が100個ぐらいつくぐらい大好きです、だって。めっちゃ嬉しい。一番だって、ナンバーワン。やったね。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。